マリアナ海溝、地球で最も深い場所、地球表面で最も高い場所はエベレストですが、最も深い場所は海底のマリアナ海溝です。太平洋の西部、フィリピンの東に位置するこの深海の裂け目は、まさに地球の最果てともいえる領域です。そこは人の暮らしどころか光すら届かない暗黒の世界です。マリアナ海溝の中でも最も深い地点はチャレンジャー海淵と呼ばれています。その深さはおよそ19,200メートル、エベレストの高さ約8,848メートルよりもさらに2キロ以上深い場所にあります。もしエベレストをそのまま逆さにして沈めたとしても、山頂が届かないほどの深さです。この深さは地球の内部構造によって生まれました。地球の表面はプレートと呼ばれる岩の板が組み合わさってできています。そのプレートの一部が他のプレートの下に沈み込むことでできるのが海溝です。マリアナ海溝の場合、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込んでおり、その境界が極端に深くえぐれた結果、世界最新の地形が生まれたのです。当然このような極限環境に人が直接降り立つことはできません。水圧は想像を絶する高さに達し、1平方センチメートルあたり1000キログラム近い力がかかります。これは大型トラックがペットボトルのキャップの上に乗っているようなものです。通常の潜水艇では到底耐えられないため、専用の特殊な探査艇が用いられます。1960年にはアメリカ海軍の有人潜水艇トリエステ号が初めてチャレンジャー海淵への到達に成功しました。その後2012年には映画監督のジェームズ・キャメロン氏が単独でこの深海に到達し、世界中の注目を集めました。さらに近年では無人探査機やロボットによる調査も進められています。ではこの深海に生物は存在するのでしょうか。答えははいです。太陽の光が一切届かず、超高圧超低温という過酷な環境の中でも微生物や甲殻類、特殊な構造を持つ魚などが確認されています。これらの生物は地上とは全く異なる進化のルートをたどってきたと考えられています。さらにマリアナ海溝は地球科学の研究対象としても極めて重要です。地震の発生メカニズムや地球内部の物質循環、さらには生命の起源に関する手がかりを探る上でも、この深海は貴重な天然の研究室といえます。私たちが住んでいる地球にはまだ誰も本当の姿を見たことがない場所が残されています。マリアナ海溝はその象徴です。空よりも深い場所、そこには沈黙の中で今も何かが動き、生き、語られるのを待っているのです。